こんにちは、 FTW ライダーの滝沢健一です。今回、グランドトリックをこれからね、上達したい、上手くなりたい、ね、グランドトリックを楽しみたいと思っている、初心者の方、グランドトリックをねこれから、挑戦していくぞーっていう人の、ために、どんな板をね、選ぶと、実際グランドトリックって上手くなるのかなっていうのを、お伝えしたいと思います。3つのポイントで、分けてね板選び、考えてもらえるといいと思うんですが、まず1つ目のポイントはフレックス、ね、板の、柔らかさ、しなりの得やすさを、どういう風に、ちゃんと選べるかなっていうのが1つのポイントになってきますね。で、2つ目のポイントは、板の重量のバランスです、ね、軽い板ね、乗りやすいんですけども、その中でも、重さのバランスっていうのが、非常に重要になってきます。グランドでくるくる回したいですよね。その時にいかにくるくる回す時に楽に回せるかっていうのが重量のバランスになってきます。で、3つ目のポイントが、技をやった時の安定感ですね。着地のしやすさね。どうしても最初、これからグランドトリック挑戦するぞっていう人はね、転びながら覚えることになると思いますので、その転びながらの時でも、少しでも安定感を保って転びづらく、していくとね、技がやりやすくなりますよっていうのがね、ポイントになってきます。その3つのポイントね、ちょっともう少し詳しく、説明したいなと思います。まず1つ目のポイントの、板のフレックス、板の柔らかさをね、どういう風に、選んでいけばいいのかっていうと、基本的にグランドトリックをやるときはオーリーノーリー、だったりだとか、プレスっていう技だったりとか、板をしならせるっていうのが必要になってきますね。板をぐにゃっとしならせて、そこから得る板の反発を使って、技をやっていくっていうのが、ポイントになってきますので、そういったものを、板のしなりをちゃんと使いやすいね板を選ばないと、グランドトリックは上達がなかなかしづらい、状態になりますから、まず柔らかくしなって、そこから反発をちゃんと使える板を、チョイスしてあげてください。で、2つ目のポイントは、重さのね、重量のバランスなんですが、スイングウェイトっていうものがありますね。板の、ノーズとテール、板の先端が軽くてね、板の中心に板の重心、重心ですねがあると、軽回した時に板がすごく軽く感じるんですよね。だそういう板をチョイスした方がグランドでくる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 板を回しやすくなりますよっていうのが2つ目のポイントになってきますね。で、3つ目のポイント、安定感なんですが、安定感を出すためには、技をねどんどん挑戦していく時に、転べづらいですよだとか、プレスだとか、そういうバランスの悪い技をやった時、その状態をどれだけ保てるかっていうのがね、非常に、重要になってきますので、そういったところを、グランドトリックをねこれから頑張りたいっていう人は板選びの、ポイントとして、見てあげるといいと思います。はい、では今回ですね、僕が乗ってます実際このTNT っていうモデル、 FTW の、ね、TNT っていうモデルを使って、そういったね、板の選び方のポイントを、ね、説明していきたいと思います。はい、まず1つ目のポイントの板のフレックスね、しなりやすさなんですけども、見てくださいね。はい、このように板をちょっと置いて固定して、ね、荷重かけます。そうすると板がキュッとこういう風にしなります。はい、軽い力でもしっかりと板がしなってくれますよっていうね、素材を使ってます。柔らかめの素材を使っていて、しなりを得やすくなっています。あとは形状ですね、しなりを得やすい形状っていうのがあります。で、この TLT の場合は、ダブルキャンバーっていうね、形状なんですが、ノーズとテールの部分にキャンバーっていうバネを持った形状になって、足と足の間がロッカーっていう器になってる形状をしてるんですね。そうすることで、足と足の間のこのロッカーの部分がしなりやすくて、センターが曲がりやすいですね。で、そして足と足の外側の、部分がキャンバーというバネを持って、そこで反発を得るということができるので、非常にグランドトリックをやるときに、バランスがよく、しなりを得て反発を得やすいという、形状になっています。特に、ね、このダブルキャンバーの、形状の中でも FTW の場合はウイングロッカーという、ね、形状を採用しているんですが、普通の通常のダブルキャンバーよりも、フリーランだったりとかの安定感を、ね、保ちやすい形状に、設定していますので、そういった部分もおすすめかなと思いますね。で、2つ目のポイントの重さ、重量のバランスなんですが、軽いのは、ね、もちろんなんですが、非常に、ね、TLT 軽いんですけども、重さのバランスを、中心からノーズテールのこの先端の部分を軽く、するために、板を短くチョイスできるようになっていますね。板を短くチョイスするとね、もちろんここにあった部分がなくなるので、板自体はね軽くなりますよね。ノーズとテール軽くなりますよね。ただ普通の板を短く選んじゃうと、安定感がなくてフリーランがすごくしづらくなっちゃうんですけども、この TLT の場合は有効エッジと言われるこの出っ張ってる部分ね、カービングターン、ターンをすると雪面に触れる部分ね、
押し付けられる部分があるんですが、その有効エッジを通常の人よりも長く設定しているんですね。そうすることで固められた雪、圧雪バーンのところではしっかりと安定感のあるターンができますよというのがポイントになってきます。なのでそこでスイングウェイトがこうやってくるくるって板をね回しやすくしてますよというのがこの TNT のポイントになってきます。で、3つ目のポイントです。3つ目のポイントが板の安定感ですね。技をやった時の着地だったりだとか転びそうになった時、あとバランスの悪い技をやった時の安定感ね、しっかりとバランスが取りやすいですよというのがこの板の太さになってきます。これ関係してきますね。普通の板よりも TNT にはちょっと板を太めに採用してミッドワイドっていう、板の形なんですけども、ちょっとこのウエストっていう部分を太くすることによって板がこういう風にパタ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 しづらくなってくるんですね。細い板の方がこうやってなります。である程度太くなってくるとこれがグッグッグッと保てるようになってくるので、バランスが取りやすいです。板がね立つとターンの動作に入ってしまうので板が荒の方向にキュッキュッと行ってしまいますが、それだけ転びやすくなってきますね。板が立ちづらい板の方が、形状の方がね、ブランドトリックはやりやすくなってきます。その3つのポイントですね。しなりを使いやすいですよ、しなりからの反発が使いやすいですよっていうのと、板の回転力を上げるためのスイングウェイトがすごく軽いですよっていうので、着地をした時、技安定感のね、バランスの悪い技をやった時に、バランスを取りやすい安定感がありますよっていうのがその3つのポイントになってきます。でそういったことで結構この TNT はグランドトリックこれからやりたいっていう人にはすごくおすすめの板になっておりますので、ぜひぜひ、こちらね、これからグランドトリックの板を探してるよという人は、チェックしてもらえたらいいかなと思います。でこの TNT すごく人気あります。正直ね、結構友達同士でもおすすめし合ってね乗ってる人が多い板になってきます。そうしちゃうとね友達同士で色かぶっちゃいますよね。もう同じモデルでかぶるのはちょっと嫌だなーという人のために今年はこうやってね4色用意してますね。4色板の色ありますので、友達同士で色を分けて乗ってもらうこともできるモデルになっています。長さも138センチから上は159センチまでありますから、女性の方も、しっかり乗れますし、今年は女性からの、ね、ピンクも出てますから、はい、おすすめの板になっています。で僕はこの今ピンク乗ってます。あとブルーもね乗ってますね、その2色で、他のレフティー W のライダーたちもこのピンクとブルーのライダーズチョイスっていうカラーを、乗ってますので、ぜひぜひ、僕たちと同じ人、ね、乗ってもらえたら嬉しいかなと思います。はい、ではぜひ今年ねグランドトリックを上達したい、うまくなりたい、頑張るぞーっていう人はぜひこの TNT おすすめなので、お店でね見つけたらまずこうやってねちょっとしならせてみて、あこのしなりいいなーって、重さもね持ってもらって軽いなーっていうのを実感してもらって、ぜひ今年のね冬思いっきり楽しんでもらえたらいいかなと思います。では、FTW の滝沢健一でした。ありがとうございました。Stop your proceed, 'cause this is what you need.